霊下、スピリチュアルは、アメリカ合衆国で誕生した宗教的な民謡の一つであり、奴隷状態に置かれていた南部のアフリカ系、アメリカ人の共同体の中から誕生した固有の宗教家である。これらの歌は18世紀後半の数十年間から1860年代の制度的奴隷制廃止の間に、黒人の共同体の中で育まれ、アメリカ民謡の最も幅広い重要な、 音楽形態の一つに発展した。メソジストの野外礼拝国人礼家は、ゴスペルよりも歴史が古く、そのルーツをアメリカの奴隷制時代に持つ。そこでは、奴隷としてアメリカ大陸に連れてこられたアフリカの人々の宗教的音楽的伝統が、強要されたアメリカ南部の福音主義的キリスト教の文化と接触することによって、新たな独自のアフリカ系アメリカの音楽伝統の 基礎が形成されることとなった。南部プランテーション農場の黒人奴隷の共同体において、チャンツや手拍子を伴いシャッフルというステップを踏みながらの円形のダンス、リングシャウト、即興で歌うリーダーとそれに交往するコーラスが相互に歌われるというコールレスポンスも奴隷による野外礼拝の様式となった。 18世紀後半から19世紀初頭の第二次大覚生の交流で奴隷の間でさらに宗教化を伴ったリバイバルの集会は一般的なものとなった。スピリチュアルという語は新約聖書のエフェソの信徒への手紙、コロサイの信徒への手紙にある例の歌に由来する。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。あなた方が召されて一体となったのは このためでもある。いつも感謝していなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。そして、知恵を尽くして、互いに教えまた訓戒し、使と賛美トレーの歌とによって、感謝して、心から神を褒めたたえなさい。この祭人への手紙有名なスピリチュアルには、アメリカ先住民直党の解放奴隷であった、ウォレス・ウィリスのスイングロー、スイングチャリオットや、スティール・アウェイ、 W.E.B. デュボイスが記すように、アフリカ系アメリカの伝統は、音楽の要素を抜きに語ることができないものであったが、奴隷所有者たちは、奴隷の共同体の自主的な活動を警戒し、アフリカの言葉の使用を禁じ、集会を禁じ、ドラムの使用を禁じた。また、人々を解放せよと、旧約聖書の、で、エジプトを歌う、ゴーダウンモーゼーズに至っては、 そのあまりに明確なメッセージ性のため、その歌を歌うことを禁じる奴隷所有者もいたという。1869年の記録によると、逃亡奴隷を支援する組織地下鉄道の車掌で黒人のモーゼと呼ばれたハリエット・タブマンは、この歌をメリーランドからの逃亡の合図として使ったと記されている。また、タブマンと同様19世紀の奴隷制度廃止論者で、 元奴隷だったフレデリック・ダグラスは、1855年の著作の中で過酷な奴隷時代に霊化を歌うことは、宗教上の意味を超えた、もう一つの意味があったことを記している。我々が、ああ、カナン、完美なカナン。私はカナンの地に向かうと繰り返し歌うとき、洞察鋭いものであるならば、そこに天国に向かうこと以上の意味を感じ取ったかもしれない。私たちは、 カナンに到達すること、つまり、北部とは、私たちのカナンの地を意味したのだ。フレデリック・ダグラス・マイ・ボンデージ・マイ・フリーダム、P278 厳しい宗教弾圧のもとで、20世紀初頭に発展する、ゴスペル・ミュージックが、新約聖書の福音に重点を置きがちであるのとは、明らかに異なり、黒人霊下は、旧約聖書あるいは、 終末論的なテーマを扱うことが多いのはそのためであると考えられる。例えば、スティールアウェイト・ジーザスにおいて、盗み足で去るという表現は、宗教的な意味においては、死んで天国に行くことを意味するが、ダグラスの言う、天国に向かうこと以上の意味で言うならば、奴隷所有者の家財としての自分の存在を、盗んで自由の地に去っていくことを意味する。天国に行くことは、 死ぬことを意味するのではなく、地上の束縛から解き放たれるという意味において、奴隷性からの解放を意味する。こうした黒人霊化の歌詞のダブルミーニングに注目して、黒人霊化を理解しようとする試みも、バナキュラー文化研究の一環として出てきている。黒人霊化に込められた解放のテーマは、1960年代、公民権運動のアンセムとして、再び重要な役割を果たした。 アイズ・オン・ザ・プライズや、アー・フリーダム。など、当時のフリーダムソングの多くは、古い霊化からアレンジされたものであり、また、セルマの更新、ワシントン大行進、キング牧師の葬儀など、マハリア・ジャクソンらの歌う、黒人霊化は、公民権運動の絆をより強固なものにした。フィスク・ジュビリー・シンガーズ現在のように、スピリチュアルが黒人霊化を指すようになったのは、 南北戦争後のことであり、それまでは、アンセム、賛美歌、霊歌、ジュビリーソング、奴隷の歌、奴隷語や、プランテーションの歌、ゴスペル、プランテーション賛美歌など、様々に呼ばれた。1960年代には、黒人霊歌を指す言葉として、スピリチュアルが一般的になった。歌集の表題にスピリチュアルソングではなくスピリチュアルを用いた本は、ジョンソン兄弟の アメリカ黒人霊化衆が最初である。黒人霊化の起源は、アフリカ民謡を起源の一つとする説、白人の民間宗教化が、黒人に影響を与えて発生したという、白人音楽器。黒人霊化はかつて、ネグロスピリッチルズと呼ばれていたが、黒人を指す、ネグロという言葉に差別的な意味を持つようになった。現在では、単に、スピリッチルズあるいは、 アフリカン・アメリカン・スピリッチルズと呼ばれる。1930年代頃にトーマス・ドーシーやブラインド・ウィリー・ジョンソンらが登場したことで、霊下の時代は終わり、ゴスペルの時代へと変わっていった。フィールド・ハラー・ミュージックは、レビ、キャンプ・ホラー・ミュージックとも呼ばれ、19世紀に記述された初期のアフリカ系アメリカ人音楽である。野外放仕者たちは、ブルース、スピリチュアル、そして後に、 リズムとブルースの基礎を築いた。フィールドホルダー、叫び声と奴隷の所有者、そして後には、面ン畑の農作業者、刑務所のチェーンギャング、鉄道労働者、ターペンタインキャンプなどで働くクロッパーは、アフリカ人が多かった。ありがとうございます。